原因があるとすればどうもこのカメラじゃないかって考えてるんですけどね。カメラが？僕はすっかりその話に引きつけられていて、思わず身を乗り出した。戦前に作られた蛇腹式のカメラですよ。メーカーはもうとっくに潰れちゃってるけど、またどうしてそんなカメラなんか。家がね、カメラをやってるでしょ。で、お客さんが新しいカメラを買うときに、前に使っていた古いのを下取りしたんですよ。これはその下取りしたやつなんです。店に置いてあったのを面白そうだからって、2、3日僕が預かっていて、いじくってたんですよ。そうしたらこんなことになっちゃった。仕事をサボって女の子なんかに取ってた罰が当たったんですかね。もう真っ暗になっている窓の外に目をやって、山岸は顔をしかめた。僕も山岸も小さな企画会社の社員である。そこで出しているミニコム誌の編集室に、僕らはライターとして、山岸はカメラマンとして入っている。夜の8時過ぎ、他の編集部員と言っても、あと2名だけなのだが、はすでに帰ってしまい、今、社にいるのは僕と山岸だけである。そうか、もしかしたら。不意にそうつぶやくなり、山岸は立ち上がった。目が輝いている。沢木さん、もう仕事は済んだんでしょ？よかったらもう30分ほど付き合ってくれませんか？ちょっと思いついたことがあるんです。山岸は新しいフィルムを取り出し、ミノタックス X に装填した。そのカメラを僕の方に向ける。おいおい、何をするつもりなんだい？ちょっとモデルになってくださいよ。すぐ終わりますから。露出を合わせてシャッターを切り始めた。僕を撮ったり、何もない壁を撮ったりしている。じゃあちょっと。撮り終えたフィルムを出すと、部屋の隅のドアを開けて暗室に飛び込んだ。しばらくしてドアを開き、興奮した顔の山岸が出てきた。手にフィルムを握っている。ねえ、これこれ、思った通りですよ。ライトテーブルのスイッチを入れ、その上に水洗の済んでない定着液の匂いするフィルムを乗せた。見ると白黒逆のフィルムの中に確かにあの和服の女性が映っていたのである。誰もいなかったはずの僕の左隣にあの女性がじっと立っているのは見ていてあまりいい気分のものではなかった。ところがその女性が映っていたのは最初から10コマ目までだけで、後のコマには彼女の姿はなかった。後のコマは最初の10コマと同じ画面なのだ。彼女の姿だけがないのである。どういうことなんだいこれ。僕が言うと山岸はへへへと得意そうに笑ってみせた。さっき見せた写真があったでしょ。あの中に彼女が写っている3コマのデータが同じだったことに気がついたんです。 F56 の60分の1秒、そう思ったらすぐに試してみたくなっちゃって、その結果が今ライトテーブルの上に載っているフィルムなのだった。 F56 の60分の1秒でシャッターを押した分だけ姿を現す和服の女性。好奇心がムクムクと頭を持ち上げてきた。山ちゃん、明日と明後日は休みだろ。山岸がうなずいた。うちの社は隔週土曜日が休日で、明日がその土曜日なのだ。面白いよこれ、調べてみようじゃないの。山ちゃんの店に置けばこのカメラを下取りに出した人がわかるだろ。何かを待ち続けているようなその女性の悲しそうな瞳が僕の心に痛いほど焼き付いていたのである。この女性の写真をどこで手に入れたんですか。見事な白髪をした高木が例の写真を見ながら言った。この高木が昨日のミノタックス X の持ち主だった。僕と山岸は昨夜そのことを調べ電話をし、今日こうしてこの高木に会いに来たのである。我々が昨夜のことを話し終えると、そうだったのですか。高木が何かを思い出そうとするように遠い目つきをした。その女性は綾部玲子さんと言いまして、20年前私の患者だった方です。高木は一旦席を中座し、手に古いアルバムを抱えて戻ってきた。これをご覧ください。差し出されたページを見ると、そこに一枚の黄ばんだ写真が貼ってあった。そこに綾部玲子がいた。我々が待ってきた写真とそっくり同じポーズ、同じ顔、同じ和服姿だった。我々の持ってきた写真がこれを複写合成したものと思われても仕方ないくらい寸分たがわぬものであった。例のミノタックス X で写したものです。しかもこのミノタックスで私が撮った最後の写真がこの写真です。その時フィルムがワンカット余っていましたね。彼女を撮らせてもらったんです。当時私が勤めていた湘南の結核治療所に彼女は患者として入っていた。
ですよ。今年の春、院を息子に任せ、昔やったことのあるカメラを再び始めようと、ミノタックスを下取りに出し、新しいカメラを購入したのだという。それで、この綾部玲子さんは今どうしていらっしゃるんですか？亡くなられました。ちょうどその写真を撮ってから、一月後ぐらいだったと思います。それが生前で最後の写真になってしまいました。続きはまた深夜4時44分、会いましょう。